イーサン・フィリップスはアメリカ合衆国の俳優、脚本家、声優である。1955年、ニューヨーク州ガーデンシティに生まれる。アイルランド系の家系でカトリック教徒だった。一家には6人子供がいたが、イーサンを除いてすべてが女の子だった。ボストン大学で英文学学士を取得し、コーネル大学ではファインアートの学士号を取得している。 コーネル大学を卒業した後にニューヨークのブロードウェイ部隊やオフブロードウェイ部隊に参加してキャリアをスタート。1977年には芸術祭で賞も獲得した。それから約15年間舞台で活動し演技力を磨く。舞台ではティム・カリー、ネイサン・レイン、ディラン・ベイカー、ピーター・ディンクレイジなど名だたる役者たちと共演。次第に ニューヨーク以外の地域でも活躍し始め、舞台俳優としての格好たる地位を築き上げた。1980年代に入ると、ロバート・ギローム主演のシットコム、ベンソンへ出演。同作品には、ジョン・ダウニー役で出演し、1980年から1984年までの4年間で97エピソードへ出演している。また、1981年には、ミロス・フォアマン監督の、 ラグタイムで映画デビューを果たす。それからはテレビ、映画へもコンスタントへ出演していき、徐々に知名度も上げていった。これまで出演した作品の数は映画、テレビを合わせると100本以上の数に上り、主に脇役として様々な作品に貢献している。その他に彼の出演作で知られているものは人気テレビシリーズのスタートレック、ボイジャー。 レギュラークルーの一人であるニーリックスを特殊メイク付きで演じ170エピソードに登場した。また、マイケル・ベイが2005年に監督したメジャー映画アイランドでユアン・マクレガーが演じた主人公の同僚役としても知られている。近年では公演兄弟によるインサイドル・ウィン・デイビス名もなき男の歌へも顔を見せている。ありがとうございます。